オブザベーションアイランドは、アメリカ海軍海上輸送司令部が運用していた、ミサイル追跡艦。c 4 s 1標準型貨物船の一隻として1953年8月に、浸水した、商船、エンパイアステートマリナーを前進とし、それを改造したものである。1956年9月に、アメリカ海軍が取得し、オブザベーションアイランドと命名され、 1958年に弾道ミサイルの試験艦として収益した。1972年から1977年にかけては補完艦としてノーフォークにあった。1977年に海上輸送司令部に移管され、ミサイル追跡艦 TAGM-23 として運用されることとなった。艦の特徴として大型のレーダーを 複数搭載していることが挙げられる。2006年時点において、環境上部にレドーム2機を搭載、艦中央後寄りに大型のパラボラアンテナ、後部甲板にコブラジュディフェーズドアレイレーダーを搭載していた。2000年代においては、北朝鮮の弾道ミサイル開発を監視するために、日本近海を有力していることも多かった。2012年12月、北朝鮮は、 人工衛星と称する弾道ミサイルの発射を予告した。これに対し米国海軍は、航海に艦艇を展開させ不足の事態に備えた。オブザベーションアイランドはイージス艦4隻とともに、ミサイル発射予告の初日にあたる12月10日までに、当該海域に配備された。他に、海上自衛隊からイージス艦三隻、大韓民国海軍から二隻を加えた十隻体制で、 望んだ。ミサイルは同月12日に発射された。本館は2014年3月に退役となった。後継としてハワード・オーローレンツェーンが建造され、2012年1月10日にその任務は引き継がれた。オブザベーション・アイランド、ありがとうございます。